それでは皆さんこんにちは、CA ヒューマンの吉田です。今回は RC サーボ、こちらの制御ということでご紹介していきたいと思います。PLCIO86 では CPU の Y の3番と Y の4番、こちらが RC サーボへのパルス出力や PWM のパルス出力といったことが行います。こちら今回は Y の3番と Y の4番、それぞれに RC サーボをつなげて、制御するといったところをご紹介したいと思います。で、今回使う RC サーボについてですが、 SG の90というタイプのものですね。こちらをご紹介します。PWM のサイクルは 20ms で、これ周期ですね。全体の周期が 20ms で、制御パルスとしては 0.5ms から 2.4ms、 2.5ms 程度ですね、になっております。で、このパルス幅を与えるとマイナス90度から90度といったような形で、180度回転するといったようなものになります。イメージとしてはこちらですね。全体の幅の長さが 20ms、この周期に対してオンの幅が 0.5ms、 500μs であればマイナス90度、一方 1250μs、 1.25ms がオンであれば0度、2.5ms、 2500μs であれば90度回転する、そういったモーターになります。で、動作電圧は 4.8V ということで、書いてあるんですが、電圧はですね、USB の電源を今回、利用しております。こちら別途サーボモーターなどモーターを動かす場合にはですね、こちら別電源を用意していただいて、プログラム書き込み用の電源等をですね、とは別にするようにしてください。こちら同じにしてしまうとモーターが動作するときに電圧が落ちてしまってリセットがかかってしまったり、ノイズによってうまく動かないということがあります。で、こちらサーボモーターの方ですね、接続する場合になりますが、今マイコンに対して Y の3というところですね、こちらにサーボ指令となる信号を入れてください。今 SG90 の黄色い線がこちら回転角を表すパルスの信号になります。で、真ん中が 5V、 これサーボに電源を供給するところで、茶色側がグランドになります。このグランドについてはモーターの電源のグランドとそれからマイコンのグランド、これを必ず共通化してください。こちらパルスの信号をマイコンから与えますので、これがグランドが別々だと信号がですね、正しく渡せませんので、必ずモーターのグランドとサーボ指令のマイコンのグランド、これは合わせてください。で、今回スイッチ1と2、こちらをそれぞれ押すことで、モーターを回転させるという形になります。で、RC サーボ、これを制御する場合にはあらかじめ、出力となるピン、Y の3や Y の4、これを RC サーボモードに変えておいてください。今ファイルの中のコム通信、こちらを使っていただくとファイルの中のコム通信から RC サーボモードに切り替えることができます。ファイル、コム通信と選んでいただいて、今こちら実行中だと変更できませんので、こちらストップというような形でプログラムを止めて、で Y の03を RC サーボモードに変更するという形で変更してください。こちらバージョンというボタンを押せば今どちらのモードかというのがこちら出てきます。もしデジタルの入出力モードにする場合は D を選択していただくとデジタル入出力に変わります。今回は RC なので R を設定しておきます。で、こちら設定が終われば閉じていただいて、こちら必ず RC サーボモードを使う場合には RC サーボになるようにですね、設定をしておく必要があります。で、続いてですね、
こちらラダーとしてポイントとなる部分については、今データレジスター4が Y03 の PWM の出力、サーボのオン幅を表す出力になります。このデータレジスター4の値1あたりが500マイクロセックというような、5マイクロセックですね、という値になります。1セットすれば5マイクロセック、100をセットすれば500マイクロセックという形になります。今回 RC サーボについてはマイナス90度が500マイクロセック、90度が2500マイクロセックとなってますんで、ですので、X の0のボタンを押したときには100を書き込んで500マイクロセックマイナス90度に設定するよ、 X1 を押したときには500ということで、2500マイクロセックこちら出力するよという形になります。また実際に PWM 出力する場合には必ず Y の03をオンにしておいてください。これがオンになったことで、PWM の出力が行われます。で、今こちらの方ですね、実際、書き込んでいきたいと思いますが、こちらラダーの方を書き込んで、で、書き込みが終了しましたということで、一応こちらモニターの方をしましょうか。今こちらですね、今ボタンを押すことによってこちらですね、一軸分の RC サーボがマイナス90度90度といったような形で180度回転しています。で、同じようにですね、もう一つの軸、こちらもう一つ RC サーボですね、もうすでに配線をしております。こちら Y の04がサーボの出力で、あとモーターの電源ということでつないでいただければ結構です。で、今度は Y の04が増える形になりますが、 Y の04も出力するためにはオンにしていただいて、で、今ですね、 Y の04のオン幅というのはデータレジスター5でセットします。ですのでこちらですね、それぞれ値を書き込むように作ってください。で、事前に作ったラダーの方ですね、読み込みたいと思いますが、こちらですね、今 Y の03の制御、Y の04の制御といった形になります。こちらちょっと書き込んでみたいと思います。こちら書き込みが完了しましたということで、実際に動かしてみたいと思います。モニターの方も、確認できるように、しながら動かしてみたいと思いますが、こちらですね、先ほどまでは一軸だったものが二軸の回転といった形です。こちら今回は同時に動かしてますが、別々に動かすこともできます。それではですね、今回はこちら RC サーボを動かす PWM 出力を行うですね、Y の03と Y の04の使い方ということでご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。